ただいまより基礎科日曜クラス12人のイカれる男たちより陪審って何を発表します。最後までごゆっくりご覧ください。していただきます。一人の人物が死に、そしてもう一人の人物の生命が諸君の評決にかかっています。有罪に関して諸君の心中に合理的疑問がある場合は無罪を、またその逆に無罪に対して合理的疑問があれば有罪と宣告してください。いずれの決定も全員一致でなくてはなりません。諸君の責任は極めて重大なものであります。知ってる？おう、俺大概のことは知ってるつもりや。広告扱ってますからね。今日は寒いわよ。それはまたどうも、教えてもらわなければ気づかないところだったよ。お宅はどう？多分そうでしょうね。忘れていましたよ。だがあのガキは暑かったろうな。早いとこ片付けましょう。まったく寒いですね。一週間もですよ、こんなところで閉じ込められて最悪だわ。私は気分爽快だ。うちのオフィスどうなってるかな。広告業界ってご存知の通りですね。たった6日でもクビになることも、会社自体が行かれちゃうこともあり得るんです。こんなに長く出社しないでいると嫌われるんですよ。でもこれ私たちの義務ですからね。義務を果たすのが嫌だと言ってるんじゃないよ。ただ会社に戻った時はクビになっているかもしれないと言っているだけですよ。私のうちの友達が一度陪審員をやったことがあるんです。10年くらい前でしょうか。結果はどうなったの？被告は有罪になりました。合理的疑問があったそうでね。ところが8年も経ってからやっぱりその男が真犯人だってことが分かったんです。つまり有罪の男が、それも殺人犯が大手を振って歩いてるわけなんですよ。今度は有罪になったのか？それはありえないですよ。どうして？一つの犯罪について二度裁判にかけられることはないんです。陪審が評決に達しない場合以外はね。ここじゃそんなことにはならないわね。6日もだぞ。こんなのはせいぜい2日で切りをつけるべきだ。弁護士のくだ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 と、あれほどつまらんことをよくも論じられたもんだ。でもそれは憲法で保障されて、誰でも公正な裁判を受けられるか、それが法律だからな。まあ、それについては別に意義はないよ。あのナイフの一件どう思いました？嘘っぱちもいいところよね。れっきとした大人にあんな話を信じろというつもりなのかしらね。いや、あんたね、あんなことで驚いちゃいけない。なぜああいう連中のことだし。その晩ナイフを買い込んだ。そしてなくしてしまった。ポケットに穴があった。親父にも穴があった。父親を殺すにしても恐ろしいやり方ですよね。胸にナイフを突き立てるなんてね。ああいう高い連中というのはみんな同じだ。どうしました？風邪でもひいたの？鼻詰まりさ、まったくかな。私も去年やられましたよ。それもせっかくの休暇中にね。何か変わったことでも？今朝新聞を読み損なっちまってね。いえ、昨日の終値が知りたくて。お勤めは証券取引所？株の仲買いです。私は宅配業でね、無一文から始めて今では37人も使ってますよ。皆さん、着席してください。よし、来た。パッパと片付けましょう。
かけてくださいませんか。その窓際の方、かけていただけませんか。どうも失礼しました。検事をどう思われました。何でしょうか。私は切れる人だと思ったよ。要点を整理して手際よくさばいていくやり方がね、印象的だったな。とても立派だったと思います。説得力があったね。とにかく理解に苦しむってやったよな。息子父親を殺してもんだ。あっさりとね。大体ああいう連中自体に問題があるんだ。子供たちをほっぽいたってやりたい放題させている。殺されても自業自得かもしれんな。あなたはある種の人々に好感を持っておられないようですが、事実を立証していくには感情より論理の方が有効だと思いますね。ああ、この裁判は明々白々だ。さあ早いところ結論を出そう。進行は皆さんの好きな方法でやりたいと思います。つまり別にルールは設けません。まず討論をして投票というのも一つの方法です。それともすぐ投票して結果を見る手もあります。すぐ投票しましょう。それですんなり帰れるかもしれないもの。そうだ、まず明々な立場をはっきりさせよう。賛成、すぐ投票しよう。そうですね、いいでしょう。投票に反対の方は決定。ではそうします。もちろん皆さんはご存知でしょうが、この事件は計画殺人ですので、もし有罪と決定すると被告を電気椅子に送らなければなりません。法の命ずるところなのです。分かってますよ。で、法律では判決は有罪、無罪いずれの場合でも10対0でなければならないことを忘れなく。じゃあいいですか。皆さん目をつぶってください。では有罪に入れる方は手を挙げてください。8、9、有罪に9票、それから無罪も。なんてこった、どんな時にも反対がいるもんだ。本気かよあんた。9対1、有罪が9票、無罪が1票。これでそれぞれの意見が分かったわけです。じゃあこれからどうします。話し合ったらどうでしょう。あいつが無罪だと、あんた本気で信じているのか。わかりません。6日もあれを聞いててまだわかりませんなんて。6日もあれば私はギリシャ語だって覚えられるよ。あれほどはっきりと有罪のやつは見たことないね。私は有罪の男は外見でわかるんですか。被告は我々が有罪と決定して初めて有罪になるんです。あんたもあの法廷にて私が聞いたのと同じやり取りを聞いたんだろ。あいつは人殺しだよ、見りゃわかる。人殺しであるかどうか見分けるにはどこを見ればいいんですか。それはだな、伺いたいですね。人殺しの顔というのはどういう顔でしょう。あなたは私の知らないこともご存知のようですから教えてください。あなたはどんな事実に基づいてあの少年を無実と考えておられるんです。彼は19歳です。立派な大人だ。父親の胸にナイフを突き立てた。ズブリと4インチもね。それでも純情仮の19歳か。少年が有罪という点では全く同感ですが、感情的な口論は避けるようにしたいものですね。検察側はいろいろな角度からちゃんと立証したぜ。リストにして見せてやろうか。いいえ、結構です。あんたね、あいつのバカみたいな話を本気で信じたのか。あいつらの言うことだとこれっぽっちも信用できるものじゃない。つけなさい。あいつの話を信じたのか。信じたかどうか自分でも分かりませんね。信じていないかもしれません。じゃあどうして無罪に入れたの。有罪は9票ありました。私としてはここで簡単に賛成してあの少年を何の討議もなしに死に追いやってしまうことができなかったんです。じゃあ私には簡単にできたっていうの。私にも簡単な決定であろうと困難であろうと有罪であることに変わりはないでしょう。私がさっさと手を挙げたのが悪いっていうの。そんなことはありません。私はあの子を有罪だと思ってんだ。あなたが100年しゃべくったところで私の意見は変わらないわよ。あなたの意見を変えようとは思っていませんよ。しかし我々が論じているのは人一人の命に関わる問題なんです。
5分間で決められることではない。もし我々が間違っていたらどうなります？もし間違っていたら、もしこの建物が頭の上に崩れ落ちてきたらどうです？どんなことにだってもしはあるんですよ。その通りです。長く論じようとするだろうと同じじゃないの。もし5分で片付けたらそれが何だっていうの。1時間かけましょう。どなたか意見のある方は。よし、言うべきと面白い話をしよう。世間話のためにいるのではありませんよ。そうかい。じゃあ何のために聞かせてもらおう。しばらく話し合いたいんです。いいですか。あの少年は生まれて以来ずっと虐げられてきたんです。家族は貧しくて貧民街で暮らしてきた。9歳の時に母親に死なれた。子供にとって決して良い環境ではありません。あの子は反抗的な子です。貧しい家庭の子供たちがなぜ反抗的になるかご存知ですか。我々が毎日彼らをバカにするからです。我々は彼のために少しは論じてやる義務がある。私はそう思います。確かに人生は困難なものです。私も苦労しました。昔のことは皆さんお忘れかもしれませんが、私は戦ってきた。しかし人を殺したことはありませんね。私も貧乏な字はよく知ってるぜ。だが殺したことはないね。私だって虐げられてきたよ。広告業界に席置いてごらんなさい。スポンサーの横暴なことと言ったらあれこそ虐待ですよ。はっきり言わせてもらおう。我々はあいつに何の義理もないんだ。あいつは公正な裁判を受けた。この裁判にどれだけの金がかかってるか知ってるか。裁判に勝ってもらっただけの幸せというもんだ。俺はああいう連中の間でずっと暮らしてきた。奴らの言うことなど一言だって信じられるものじゃない。それはどうでしょうか。そんな信念を持つと恐ろしいですね。正直とか嘘つきとかは決まったグループの人にしか属してないんですか。真実というものはあなた一人だけが持っているものじゃありませんよ。いい加減にしてくれ。一郎じゃあるまいし、説教など聞きたくもない。この人の言っていることは危険な考え方です。このような感情的な口論をする必要はないでしょう。この裁判について論じるのであればまず証拠を検討しようではありませんか。それは明暗ですね。私たちには果たすべき義務があります。では証拠の検討に入りたいと思いますが、その前にお一人1分か2分ずつ自分のご意見を言ってくださいますか。どうぞ。まず事実を検討しようじゃないか。殺人があったアパートの下の部屋に住んでいる老人の証言だ。その晩12時10分過ぎ、上の部屋で大きな物音をしたのを聞いた。そのすぐ後、息子が父親に殺してやれとわめくのを聞いた。そのすぐ後、体が床に倒れる音を聞いたのでドアまで走っていって外を見た。外では息子が階段を駆け下りて外へ飛び出していった。老人は警察を呼んだ。警察は胸にナイフを突き立てられた父親を発見した。そして検視官は死亡時刻はおよそ12時頃と推定しています。まさにその通り。これ以上どんな事実を必要とするかね。そこがどうもおかしいです。少年が家に戻って警察に捕まったのは午前3時なんですよ。被告の申し立てたアリバイですか。犯行当時は映画館にいたという、その嘘は見据えてると思いませんか。何しろどんな映画を見たかも思い出せないのですから。映画館のキプリもあの子のことは覚えてなかったでしょう。そうだ。それにもぎりの娘も見た覚えがないと言っている。それにだ、道の向こう側に住んでる女の話だ。
あの女の証言が有罪に立証しないとしたら世の中証明できるまでありゃしないぜ。そう、あの子は殺しを見たんだ。通過中の高架列車の窓越しに見ただけなのに、それがあの少年だったとどうして断言できるんですか？あの女はあいつが生まれた時から知ってるんだと。彼女の部屋の窓はあいつの部屋の窓と向き合ってる。線路を挟んで真正面だ。それにあの女は法廷であいつがいるのを見たと証言している。それは私も聞きました。その電車には一人も客が乗っていなかった。改造電車に電灯は消えていた。検事が法廷で夜電灯が消えている時は通過中の電車の窓越しの向こう側が見えるし、そこで何が起こっているか分かると証明したんだ。立証したんだ。しかしあなたはついさっきまで連中は信用できない、嘘ばかりつくと言ってらしたじゃありませんか。だからですから伺いたいんです。あなたはなぜ彼女を信用なさるんです？彼女も連中の一人だと思いますがね。そうか、一本取ったつもりなんだな。え、お利口さんだよ、あんた。落ち着いてください。まあまあ、かけろ、怒ることはないさ。まあ、お互い落ち着いてお話ししましょう。それでは次、あなた発言をどうぞ。はい、あとに話したいですけど。それは自由です。発言されますか？私はただ有罪だと思うんです。それは明らかだと思いました。どのように明らかでした？つまり無罪だって立証できなかったから。無罪を立証する必要はないんですよ。有罪が立証されるまでは無罪なんですからね。全員承知してますよ。ええ、もちろんそれは知ってます。そのことよくわからないんですけど、私はその開花の向こう側に住んでる人たちの証言に影響を受けたんです。確かあの人たち、あの晩の7時ごろ親父さんと息子が言い合いをしてたって言ったと思うんですが、これ間違ってるかもしれませんけど、口論は8時だったと思います。7時ではなかったと思います。そうです、8時でした。彼らは父親が息子を殴る音を2回聞き、そして息子が足音荒く外へ出て行ったのを目撃していますね。ええ、そうです。それが何を証明しているんです？いや、別に何も証明してるわけじゃないんです。ただこれもあの事件の一部でしょう。証明になるなんて私言ってませんけど。それが動機だと言われるんでしょう。ケンジも同じことを言いました。しかし、私には極めて強力な動機とは思いません。あの子は今までの殴られ同士でした。私にはどうも二度顔を叩かれただけで殺人まで犯すほどに怒ったとは考えられません。何度となく繰り返されてきたことがいつかは抑えられなくなることもありますよ。ああ、確かに。他にはありません。さて、私の番ですけど、大方の話は出てしまってるし、これ以上は無駄ってもんでしょう。無駄とは思いませんよ。じゃあ言いますけど、あの子の前歴ってやつね、車を盗んでるでしょ。誰かの腕にナイフを突き立てたとかで挙げられたこともある。ナイフ振り回しての大立ち回りで止められたこともある。御年15にして鑑別職になってるんだもんね。まったくご立派なお坊ちゃん。物心ついた時から父親に始終殴られてきたんですよ。それもしたたかにね。私だって殴るわよ、あんなガキ相手ならね。この少年は言うなれば不潔な環境と崩壊した家庭の産物です。私たちは貧しい環境、貧しい家庭がなぜに犯罪者を生み出すかという理由を説明するために集まっているわけではないでしょう。彼らは事実そこから生み出されてくるのです。それは私も皆さんもよくご存知のはずです。劣悪な環境で育っている少年たちは社会全体にとって危険な存在なんです。その通り、問題はあいつらなんだ。俺はあんなやつを突き生むのは真っ平だった。
私もずっと貧民靴で育ったんだ。おいおい、ゴミだらけの空き地が遊び場だった。体に染みついたあの臭い匂いが今もまだ残ってるかもしれません。お互い、あれは交通の区域です。興奮することはないさ。お前さんのこと言ったわけじゃない。じゃあ誰のことを言ったんです？私にはあの人の気持ちが分かります。こういう口論はやめましょう。あなたの番ですけど。私の番はないはずですよ。皆さんで私を説得するつもりじゃなかったんですか？その通り、そうでしたよ。同じこっちゃないか。俺たちを引き止めてるのはあいつなんだって。あいつの話を聞こうじゃないか。そうだそうだ。ちょっと待ってください。私たちは討論を行うのに一つの方針を決めたはずです。固いこと言うなよ。固いことって何ですか？固いことか固いこと。じゃあ何か仕切ってください。もし私の意見を聞きたいと言われるのであればお話ししますが。え、あ、そうですか。それではどうぞ。それではお話しします。この事件には妙なところがありました。検察側の被告の弁護をすべき弁護人が検察側の証人に対して十分な反対尋問をしていないんじゃないか。私はそう感じました。疑問だと思われる点が質問されないままに終わってしまったんです。あの子の有罪についての私の意見は変わりませんが、弁護人が無能であったという点では全く同感です。それで弁護人が質問しなかったのはもう答えが分かっていたからじゃないか。ほじくればほじくるほど被告の傷が深くなると思ったからさ。ですがそちらも言われたように弁護人が無能だったとしたらどうです？助けてくださいよ。私はあの子の立場になって考えました。この事件では凶行の目撃者は一人だけです。他にもう一人物音を耳にし、少年が逃げ出すのを見た証人がいる。状況証拠もいくつかあるが検察側の決め手はこの二人の証言だけなんです。もしこの証言が間違っていたらどうなります？それどういう意味です？二人とも宣誓した上証言したんですよ。人間である以上間違うこともあり得るでしょう。ないと思います。断言できますか？そりゃ断言はできませんよ。科学じゃないんですから。じゃあ答えの出た疑問の方はどうなんだ？例えばあの粋なナイフだ。ええ、ナイフの件は話し合いましょう。ここへ持ってきてもらって見てみましょう。大身長、あれをもう一度見たいのですが。どんなナイフかみんな知ってるんだぜ。なぜ改めて見直さなきゃならんのだ？どなたにも証拠を見る権利はあるのです。あのナイフは極めて明白な証拠だと思いますけど、いかがですか？同感です。では、このナイフに関する出来事を順を追って詰めてみましょう。まず少年は父親から流れた後、8時に家を出たと認めてるんです。それから少年はある店に行き、ナイフを買った。店の責任者はその翌日、少年にナイフを売ったことを認め、その結果、警察に拘留されている。店の責任者は、あの人のナイフはあれ1本しかなかったと申し立てた。では少年は何のためにナイフを買ったのか。友達へのプレゼントとか言ってたわよ。ここまではいいですか？ええ。おお、この人間違いなくその通り。この人はしっかりしてるよ。事実をがっちり掴んでるよ。それから少年は8時45分ごろバーの前に来、何人かの友達に会った。この時その友達はナイフを見せられ、それが凶器のナイフだと証言した。少年が帰宅したのは10時頃と思われ、ここから検察側の説と少年側の陳述が食い違ってきます。少年は11時30分頃に映画を見に出かけ、3時10分頃に帰宅し、父の死を知り逮捕されたと申し立てています。問題のナイフはポケットの穴から落としたという、映画を見たというのにその題名も言えない。私は映画を見たというのは嘘だと考えています。あなたは落としたナイフを拾って少年の家へ行き、父親を刺したとお考えですか？いや、私が言いたいのは少年がナイフをなくし
また別な人間が同じようなナイフで父親を殺した可能性はあるということです。ご覧なさい、デザインが極めて特殊です。私はこんなナイフ見たことがありません。店の責任者も初めてだと言っていました。あなたはこんな信じがたい偶然を受け入れろというつもりですか？受け入れてくれと言っているのではありません。ただ偶然もあり得ると言っているんです。俺はあり得ないと言っているんだ。これだ、まるっきり同じものだ。本当にそっくりですね。どこだ。皆さん静粛に。どこで手に入れたんです？少年の家の近くの小さな店で買ったんです。2ドルでした。おい聞けよ。伺いましょう。あんた俺たちを引っ掛けようとしてはこれじゃ何の証拠にもなりゃしない。それは同じナイフが10本あったかもしれない。それが一体何だって言うんだ。別なナイフだったかもしれないという可能性です。あの振りは嘘をついているんだ。分かりきったことだ。嘘ではなかったかもしれません。事実ナイフをなくし、事実A が言ったのかもしれません。切符売りの娘が少年を見なかったのは少年が切符を買わずに潜り込んだためかもしれないし、少年は恥ずかしくて警察にそれを言わなかったのかもしれません。皆さんも子供の頃に同じような経験があるんじゃないですか？少年の申し立ては嘘だと思いますか？またバカなことを聞くもんだ。そう、嘘だよ。あなたは？聞くまでもないでしょう。私の答えはご存知のはずです。あれは嘘です。嘘だと思いますか？わかりません。ねえねえ、あんたあの子の弁護士なんですか？いいですか？私たち9人はあの子は有罪だと思ってるのよ。あなたは一人ぼっちだ。その一人で頑張ってどうしようってつもりです？ここでごねて氷結不一致に持ち込もうって腹ですか？それならあの子はもう一度裁判にかけられて今度こそ間違いなく有罪になるわよ。そうかもしれません。じゃあどうするの？一晩中足止め食わすつもり？たった一晩じゃありませんか。あの子は死ぬかもしれないんですよ。あんた、そう、その通りです。よし、それじゃあ手伝っていきましょうか。カードを一組買ってこさせて腰を据えますかね。あの人、あんな冗談を言うべきじゃないわ。とにかくナイフの件は立ておくとしてもだ、現場を目撃した者がいるんだ。これ以上何を議論することがあるんだ。お前さんが食っちゃうのはそりゃお前さんの勝手だ。だから忙しい体なんだ。いい加減決めて返してもらいたいね。もうこの辺で先へ進みたいと思いますが。あんた、あれどう？あんた、なんか言うことあるか？足止め食らわしてるのはあんたなんだぜ。あなたはあの少年を有罪でないと思っていらっしゃるんですか？疑問は持っています。しかし我々にその疑問を納得させるような説明は何らしておられません。会館には老人がいた。彼は物音を聞いている。少年が叫ぶのを聞いているんです。ゼノの向こう側の女はどうだ？彼女は見ているんだぜ。あの子があの晩ナイフを買ったことは分かってるし、あの子にはアリバイがないし、映画館なんて怪しいもんだよ。その夜8時頃父親と喧嘩したのも事実です。彼は生まれて以来粗暴で反抗的な少年だった。もちろんこれは証拠とは言えませんがね。提案があります。投票をお願いします。9名の方が無記名で投票してください。それでまだ有罪が9票あったら私はもう一人で反対はしません。有罪の評決を提出しましょう。いいわね、それでいきましょう。いい提案だと思いますが皆さん賛成ですか？結構だと思います。
投票しましょう。おそらく最善の方法でしょうね。それじゃあ今からお配りするこの用紙に記入してください。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。